アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、まいこです。おすすめのシーンはやっぱ綺麗な海に入ってるところと、あとは初めて あの夜のベッドのシーンっていうのが人生初めてだったんですけど、そこのシーンはちょっと大人っぽさも感じられるかなと思うので、ぜひ見てください。と本当になんかいろんな衣装を着ていろんなシーンでなんか違う表情だったりいろいろ見れると思うので、見どころ満載だと思います。ぜひ見てください。以上、まいこでした。撮影中一番楽しかったことは やっぱり綺麗な海に入れたことかなと思います。なんかもう初日海見た時にすごく綺麗で、なんかもうそれだけでテンション上がっちゃって、すごくその後の撮影も楽しかったです。あとあの撮影とは別の時にブルーシールアイスを人生初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。ちょっと毎日食べたいですはい、今回の撮影で一番大変だったことはあのプールがあったんですけど、あの深くてずっとぴょんぴょんつま先立ちでずっと飛んでてめちゃくちゃそれで体力持っていかれたなっていうのが結構大変だったかなと思います仕事がオフの日は基本あんまり外には出なくて、家で録画してたテレビを見たりとか部屋の掃除をしたり、あとメイクが好きなので一人でメイクしてジェンダリーして、それでなんか一日なんだろう、メイクするだけでテンション上がるから、課題する前とかにメイクして課題したりとか、メイクして何かをするっていうのが結構オフの日は楽しいかなと思います。常にカバンの中に入っているものは蓄電器、携帯を充電するための蓄電器と、あと目薬とリップ、なんかすごいいろんなとこを結構見ちゃうので、なんかいつの間にかドライアイになってたり、なんかいつの間にか唇を乾燥してたりするから、結構リップと目薬は絶対持ち歩いてます。あと充電もよく携帯ばっかり触ってるので充電も切れちゃいそうになるから蓄電器は絶対持ってます。特技の書道を始めたきっかけは、自分でもあんまりなんかはっきりと覚えてないんですけど、でも私がやりたいって言い出して、あの友達のおばあちゃんのおばあちゃんがやられてる書道教室に行き始めたのが小学校1年生か2年生くらいで、それからずっと高校卒業まで、でも高校はちょっと忙しくてあんま行けなかったですけど、中学とかまでは毎週毎週通ってました。一つだけ願いが叶うなら、難しいけど、すごい海外行ってみたくて、私台湾だけ行ったことあるんですけど、それもなんか学校の中で行ったので、なんか旅行というか世界一周、いろんなとこに行ってみたいなと思います。今後挑戦してみたいお仕事は、まあ、今回みたいな DVD の撮影ももっといろんなシチュエーションでやってみたいなと思うし、あと他のいろんなグラビアのお仕事だったり、あとなんか
DVD 今回結構表情とか動きとか褒めてもらえることが多くて、なので演技とかちょっとずつできたらいいなと思いました今回の撮影もそうですけど、やっぱいろんな、なんだろう、シーンによってなんか違ったマイクを見れると思うので、ぜひ皆さんにいろんなマイクを知っていただけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。見てね。バイバイ。